間堂動画日記です。いらっしゃいませ。ビールを入れてる人がいる。明日の分のね。そう、明日は何時だって明日からですからね。そう、メガントリーシアターです。これ自分で言うのもあれ、そこにいるのはひょっとしてなんかあれでしょ、撮ったっていう、あ、演劇界では有名な演舞とかいう雑誌に載っちゃった。はい、ひさりみずきさんと一緒に土曜フェリスのね、アパートのことについて服の取材を受けて今日発売ですよ。演劇ブックリニューアルして演舞になりましたに載ってるので、よかったらお手に取ってみてください。そんな演舞に載ってる大女優さんが今回週に出るんでしょ。こんな小さな会場で、マジで、すげえな、すげえな、ねえ、週、そう、大事なのは週ですよ。こっちを映してください、ほら、わかる、明日ですね、10日、11日、12日時間通レパートリーシアター9月週やります。イエーイ。だからこの大女優大崎細胞が出るのでおそらくみんな出ますよ。ここはちょっとないです。今日の稽古はね、面白かったよね、ちょっとなかなかに、ちょっとね、出来になってきましたね、でもさ、ゲネでいいと本番こけるっていうよね。お前何ですよ、ゲネカットで、カットでなんか頑張るぞ、明日も。そう、で、お席まだまだ人に巻き散らして、自分行っちゃうんだからねございますので、本当に、はい、そう、お席もございますので、全然、そう、時間と解散するって言ったんですけど、12月末までしませんので、解散もね、解散もね、まだやってる、まだやってるんですよ。そう、やってる。しかもなんか9月、10月のレパートリーと12月の解散公演3つ見ると、なんか素敵なプレゼントがもらえたりするっていう感じもあるらしいですね。時間堂グッズが好きなもの一つもらえちゃうっていう ね、もうこれはどこかでもう手に入らないものになるかもしれないので、ね、出会本物の、ね、閉店セールですよね、これ。そうですね、よくやってるけどさ、間違って、ね、まだやってんじゃないかみたいなね、あるけど。じゃあ本物、本当に単純に、大丈夫ですか、今のカット、そういうわけじゃない。じゃあ、シュー見に来てくれよな。